はい、皆さん、こんにちは。ギスタと申します。本日は、晴天をつけ第20話のストーリー解説をしていければと思っております。あの、普段だと放送前にですね、ノベライズ本等を参照して、えー、動画をアップしているんですけれども、申し訳ございません。あの、土日ちょっとです。今も鼻声なんですけども、風をこじらせて寝込んでしまっておりまして、えー、動画を用意することができませんでした。申し訳ございませんでした。体調管理不足がございましたで、まちょっと改めて、えー、本日月曜日ですけれども、動画アップしていければと思うんですけれども、ストーリー解説と復習解説、2本動画を青天を 毎回アップしているんですけれども今回ストーリー解説は放送後ではあるんですけれども基本的にはその a 一を中心としたストーリーを追うっていうことをですね え展開してていければと思っておりますで復習解説の方ではそのストーリーを追うこと自体ももちろんやるんですけれどもストーリーを追うだけではなくてその行間というか演出ゆえにドラマの魅力であるとかですねそういった部分歴史的な意味だけじゃなくてドラマとして晴天の月を楽しむ部分をです、ね、解説していければと思いますので、えー、独立してそれぞれ楽しんでいただければと思いますのでよろしくお願いいたします、えー、本日は全部で6つプラスちょっと0お話しさせていただければと思うんですけれどもまず0ですね まずドラマをより楽しむことを目的としますってしていますという話からなんですけれども。 あの今です、ね、世の中ではファスト映画という、えー、ものがです、ね、ちょっと社会問題、まあ、YouTube 上で問題になっておりますこれ何かと申し上げますと、まあ、あの調べていただければわかるかもなんですけれども要は映画の本編を無断に映像をです、ね、無断に編集して10分ぐらいの要約動画を作って YouTube にアップすることこれをファスト映画というふうにいいます。 ま、それがですね、やっと社会問題化してきまして、今、あの、逮捕者もこの間出ましたので、えほとんど YouTube からなくなってきておりまして、個人的にはすごくスッキリしてはいるんですけれども、あのー、まあ、それゆえにですね、ちょっとこう、議論が様々ありまして、要は、 映画とかドラマのストーリーを普通に解説することもネタバレになるのでそれは映画やドラマに対する冒涜営業妨害なんではないかというような形で一部論争が起きておりますでこれは営業妨害か営業妨害じゃないかじゃなくて著作権法違反かどうかとかその辺の問題だと基本的に思っておりますし著作権法違反かどうかは著作権者がですね訴える訴えないっていう部分が、えっと、規定にはなるんですけれども私のこの動画っていうのはあくまでも 正点をつけのストーリーは解説してネタバレもするけれども私の解説で1から100まで正点をつけは分かるようにはしていないんですね必ずそれ私の動画を見ていただいてその後本編を見ていただくとより 歴史を詳しくない方でも晴天をつけ楽しめますというような形で,です、ね、それを目的としておりますのでだそこはです、ね、私個人としては問題ないと思っております。あと、良くも悪くもです、ね、あのむしろ見ないでほしいんですけれども NHK の広報の方がたまにこの動画を見ているようでえございますのであの本業の映画メディアの方でたまにやりとりがありますのであの個人のやつは分かりやすくて面白いですねってだったら公式で紹介してくれたらもっと再生数伸びるなと思ったりもするんですけれども一応そういった形で NHK さんともです、ね、時折やりとり しておりますので現状、あのホームページの引用等もしておりますけれども、問題はないという認識でやっておりますので、その辺はですね、えー、ご容赦いただければ、あの引き続き楽しんでいただければと思っております。問題があるものは多分、分あの直接ですね言われると思いますので、その場合は、ですね謝罪の上で改めさせていただければと思っております。で、本日、全部で6つお話しできればと思うんですけれども、まず今回、やはり大きな出来事、まあ、確か私、昨日時計見てたんですけれども、 8時3分とか4分にはもうあの将軍家持ち亡くなっていたのでもう今回冒頭で、えー、家持ちがです、ねえー、亡くなる形になってしまいました、まあ、前回第19話の最後のところで心不全で倒れてしまってですね心不全ゆえにちょっと手足のしびれというかですね、えー、ちょっとそこにですねこう,うまく機能しなくなったがゆえに徐々に弱ってしまって、えー、お亡くなりになられたという形になりましたよとこれが何よりも今回の第20話の えー、起点となっておりましたでそこからですねちょっとさまざまな栄一の視点今回もほぼほぼシンプルに a 一中心の物語プラス慶喜、えー、が将軍になるか否かまなりますけれどもという話でございましたので a 一中心にですね順番に、えー、公式ホームページの「えー、今週の a 一」という復習のですね、えー、ページを引用しながら紐解いていければと思います逆に言うと今回はそれぐらいシンプルな、えー、お話でございましたまず最初なんですけれども先見の名を持つ a 一 やはり渋沢栄一という人間は、今後というかですね、皆さんもあの晴天をつけをやる前、渋沢栄一ってどんな人ですかというふうになったらですね。 様々な株式会社を作った人ですとか、まあ、そういった形でですね近代日本のまあ礎を築いた、えー、偉人という形でですね、えー、知っていたと思いますけれどもつまりそれぐらいですねこう先見の目人よりも早くそのトレンドが分かるというかです、ねえー、時代を読み間違えない、まあ、読み間違えない時期もあるけど晴天を衝けの野球の打ちの件とか含めてあるけれども、まあ、基本的には、えー、先見の目があるという形なわけでございますで今回に関しては吉野 慶喜が、まあ、家持将軍家持が亡くなったので慶喜が、えー、将軍将につくかもしれないというふうになったところでですね殿将軍家をお継ぎになってはなりません、ね、という形で言うわけでございますそれはなぜかというと今の講義はいくら懸命な殿が12の修正を加えようと倒壊、えー、を免れることはできませんその通りじゃないですか実際問題はこれもちろんあれですよ慶喜自身の、えー、先見の明とか政治的センスね要は大政奉還の話です 要は吉野部最後の将軍でございますので慶喜自身の意思であるとかえプランニングもありますけれどもとにかくその殿かねその幕府で将軍になったところで徳川の世がここから100年200年続いていくっていう途中経過がになるかっていうとならないよっていう危機を訴えているわけでございますその通りじゃないですか歴史を振り返った時になのでこの辺ももちろんこれ演出的な意図ありますよこれ当たり前の話なんですけれども。 大河ドラマってもちろん歴史史実を扱ってはいるんですけれども史実を扱いつつもこれどんなドラマで、ね、海外のもの含めて史実を扱うドラマ映画って史実を描いてるけどもそこのセリフって一言一句歴史書に残ってるかってさらにら残ってないじゃないですかなのでそこは創作なわけですよなのでここはその今後大政奉還をするっていう形、まあ、江戸時代は終焉を迎えるっていうことをですねあの分かった上で栄一にこのようなセリフを喋らせているという形でご だからここがその先見の名を持つ栄一の位置側面をここでも描いているという形でございますよと。で、ここのところはですね、対比演出になっているんですけれども、言いたいことはそれだけかという渋沢栄一に対してですね、あの渋沢栄一に言うんですけれども、ここでですね、あのそれだけっていうふうな形で栄一は言いました。これですね、第14話、あ忘れちゃった十14話だと思いますけれども、第14話で、栄一と喜作が、 あの渋沢栄一でございますっていう形でですね慶喜、まああの,の馬を止めようとしたところでそのもう徳川の世は尽きておられますみたいな感じで言った時に「ですね言いたいことはそれだけか」っつったら「渋沢栄一まだ山ほどございます」っつってそれで屋敷に、えー、呼ばれるっていう話だったわけなんですけれども今回はそれに対して「言いたいことはそれだけか」に対して「まだ山ほどあるんじゃなくてそれだけです」っていう形でそこ対比になっていたのでその辺すごく面白いなと個人的には感じました。 栄一、まあのセリフとしてはどうか一橋にお残りくださいそしてそれがしにあなた様を支え,てさせて支えさせてくださいという形でですね殿、まあ、に対する、えー、お支えの決意を改めて誓いをするという感じでございますよと。はい でその後、覚悟する栄一なんですけれども、まああのー、結果的に慶喜が、えー、将軍を、えー、継ぐということになるんですけれども、もともと幕府はです、ねえー、長州を討伐しようとしておりましたので、それをそのままです、ねえー、継ぐ形にあったので、まあ、一橋家の面々が、えー、改めて兵を出すという形になりましたよと。 でそれでですね、御、えー、用人手付けにここ、渋沢徳太夫入っているんですけれども、要はその御用人手付け役として、えーまあ、実際その戦に参加をするという形になります。御、まあ、用人方の補佐ですね。そして本営に入るという形でございますけれども、もともと一橋家では勘定奉行になっておりましたよね。勘定組頭になっておりましたよね。なので 自分の居場所自分の得意な感情つまりそのお金の部分に関して仕事、居場所を見つけたのに、まあ、それを手放さなきゃいけないでしかもその感情が楽しかったというか自分のやりがいを感じていたのに、まあ、軍事の方に、えー、手を貸されることになったということでもちろん大修正なんですよ大修正なんだけれどもなんだかなというような形になっておりましたよとはいでですねそれでまあ戦に出向くことになりましたし長州と戦う 上に長州なんて弱い税なんて1ミリも思っていないのでそこで栄一、AH、はです、ね、千代に対して手紙を、えー、送ることになりまして、まあ、このたび長州へ出陣される殿のお供をするように命じられました武士となった上は戦でなることは致し方ありません送った、えー、と人包みは私の片身のつもりの会見ですと。 いう形なんですけどもこれだから実質的な、えー、一種死を覚悟している、えー、部分というのもございますもちろん本当に死を覚悟しているわけではないですけれどもまあ戦に行く以上死ぬリスクっていうのは伴っているわけでございますのでまあ万一のことがあったらっていうのはまあ心の、えー、奥にあるわけですよだからそのちょっとあんまりこれ不謹慎な例えかもしれないですけれども 太平洋戦争における特攻隊みたいにもう本当に死ぬっていう覚悟ではないってそこまでではないけれども死ぬ恐れがあるっていう上えで、まあ、この手紙っていうのを、えー、書いているとで千代は泣いてましたけれどもそれはある種その真意栄一のその真意っていうのが、まあえー、伝わったからこそあの涙に繋がるという形なんじゃないかなというふうに思いました。 でですね、まあそこではもちろんなくなることはなかったんですけれども、まあ、その後、えー、日々不満な栄一というのも、えー、描かれましたよ。 まああの以下は一つ橋家に残りましたけれども栄一は結果的にはまあ幕府に、えー、出向くことになりますよとで幕府の御家人になるんですけれども、まあ、やることか勘定組頭みたいな感じで経理部長とかそういった形でね、えー、率いていくんではなくて、まあくまでもですねいろいろなものを書いたりとかその役人のですね一、まあ平社員っていわれる平役人っていわれるかなその何かを束ねる人物ではないので勘定組頭として やる気を持っていた栄一からしたらもう不満で不満でしょうがない、まあ、つまらないつまらない仕事。 になったわけでございますなので日々不満なまあ英一というふうに書かせていただいたんだけれども以下、まあ、に対してのセリフもですねいやもうダメだめだここで、ね、トナーはもう上様ですという形でですねもう要は今回もほら将軍になったはいけませんの、ね、よみたいな形でその話をね、まあ、したんだけれどもそんなことはもうそんなな言うならそんな生意気なことももう言えなくなってしまうという形でですねもうあのやる気を失っているというような形の英一でございますまあここですね。 まいっそやめちまうかみたいな話もありましたけれども、まあ、遠い遠いお方になっちまった、面白くねえなというふうに、まあ、二人とも思っていると。まあ、それゆえにですね、ここで二人で喧嘩したシーンとか、あそこはちょっとコミカルには描かれておりましたけれども、まあ、日々の鬱憤がたまっての、えー、喧嘩のシーンというふうに、えー、繋がりが見えておりましたよという感じでございます。 でそこからの、実はここら辺がメインの話に今回結構時間尺は割かれていたなというふうに思ったんですけれども、男気あふれる a、AH、一からの決意を新たにする a、AH、一でございますけれども、これ要はですね、まああの 無本の、ま、権利がかかった、ま、大沢をですね、えー、捕獲する上で、ま、役人なので、まちょ、ちょっと大げさな言い方かもしれないけれども、ま、逮捕状を読み上げる人間がいるので、ま、それで、ま、行くわけですよ。だけれども、その逮捕自体、捕獲自体、要は拘束すること自体は新選組、土、ま、方がやりますよという話だったんですけれども、a 一 <laughs> がですね、ま、自分がそれを言うんで、自分が最初にね、こう、 屋屋敷とか部屋に入っていいいくのが筋だろううう形ででですすね、まあ、言うわけでございますもちろん土方であるとかみんなはですねいやいやいや自分たちの方がそのね、まあ、あの要は何かあった時に、まあ、剣刀を交えることになった時に、まあ、プロなのでいやそれはちょっと危ねえしなんなんみたいな形で言ってはいたけれども A1 は、えー、いや自分が先に行くっていう形でですね実際先に行く形になりましたよと。 なんだけれども、まあ、みんなに囲まれてしまって、一瞬絶対絶命になりました。だけれども、土方というか、新選組がですね、助けてくれたので、結果的には無事でしたよという形でございました。なんですけれども、言うならば、a 一は、今回のこの一件に対して、まあ、土方も実際言っていましたけれども、まあ、その男気というかですね、まあ、一種、そのな,なんて言えばいいんだろうな、まあ、決,まり決まりを守ったなんて、なんて言えばいいの、その卑怯なことをしなかったんですね。自分の命のリスクも背負いつつも、自分が先に踏み込んでいったので、 それゆえに、ですねまあ要は恐れ入ったみたいな形でですね土方と会話をすることになりましたでその後もちろん今の仕事に対して a、AH、一は不満も持っているので土方に対して文句を言ったりしてですねそれで土方、なんじゃお前はみたいな感じで言われはしたんだけれどもまあそこで会話をお互いしたところですねまあ誤解が解ける形になって決意を新たにすることでですねつまり、もやもやした殿には将軍になってほしくない戦で死ぬかもしれない。 日々つまらないということがいろいろあったけれども決意を新たに頑張っていこうというところが結果的には着地点となりましたよと。まあ、ここで、ね、会話としては栄一、まあ、は武将の百姓それに対して、えー、と肘方はもともと武将の玉の、えー、百姓だったということで,です、ねまあ、お互い話が弾みまして、まあ、それゆえにです、ね、こうお互い打ち解ける形になりましたよと。 でまあ、気持ちとしては二人ともですね、まあ、例えばこれ土方のセリフで言うと、まあ、日の本のために潔く命を捨てるその日までひたすら前を向くのみだという,ふうに言いつつですね、えー、徳太夫英一の方は日の本を守りたいという思いは俺も同じだいつかまた会った時に恥じぬよう俺もなるたけ前を向いて生きてみることにすんべえという形でですね、まあえー、今でいう関東を出てですね、まあ、別々の仕事若干違うものではあるけれども今日に来てですね まあそれぞれの道としてですね新たな歩みを歩んでる2人のですね共感によってですね一自身もよし今できることを頑張ってみるやってみようというふうにですね改めて決意新たにまあ今ふうに言えばモチベーションが上がったという形でですね今回の話は閉じという形になったわけでございますですのでこの決意新たにモチベーションが上がった状態で来週パリにパリ万博に行く っていう命を受けるまで、パリにはまだ行かないと思いますけど、までが来週の話でございますので、まあ、そこに繋がっていくのに非常に重要な回、いろんなことがあったけど、<laughs> <あの笑>えっとね、ちょっとこれ不謹慎じゃないない失礼な言い方かもしれないけれどもあの、スタジオジブリの耳をすませばってあるじゃないですか、であれって落ちこ、耳をすませばじゃない、ごめんなさい魔、魔女の宅急便って、キャッチフレーズが、 落ち込んだりもしたけれど、私は元気ですなんですよね。あの、そんな感じ、今回。あの、もやもやしたり、落ち込んだり、怒ったり、いろいろしたけれども、モチベーション戻った、私は元気ですというのが、今回の、えー、生徒のケの第20話だったんじゃないかなと、個人的には思った次第でございます。で、まあ、その後、プラスしてですね、 まあ、あしのが、えー、将軍職を継いだと。で、あとは、えー、家持ちが亡くなってしまいましたので、家持ちの奥様である和宮がですね、えー、未亡人という形になってしまいましたので、ちょっと闇落ち感で描かれておりましたけれども、そういった最大エピソードも描かれましたけれども、ほぼほぼ今回の話の中心は、え1という形でございました。 以上でございます。なので基本的なストーリーも a 1の話を追っていくというのが今回でございました。えー、とで改めて放送後の、えー、復習解説の方の動画ではですね、今回シンプルな話なので、ちょっと内容が似る部分もあるんですけれども、まあ、ストーリーの行間というか、ドラマとしてこの青天をつけ、今回第20話どう楽しむべきか、そして今後ですね、あのもう 再来週第22話からパリ編に話が移ってまいりますのでそのパリ編に行くに、えー、どういう話に今後なっていくのかとかそういった解説をですねもう一本の第20話の解説動画の方ではできればと思いますのでもしお暇ある方は合わせてお楽しみいただければと思っておりますはい以上になりますご視聴いただきましてありがとうございましたそれでは